皆さんこんにちは、森有里です。はい、こんにちは。こんばんはの方はこんばんは。そうだね、久々に喋った気がする。でちょっとね、やっぱりの声おかしいでしょ、ガラガラしてるから。最近だからね、音フェチが増えてて、なんかヘルペス的なのができちゃってね、痛くてね喋れないんですよね、あんまり。今日はアンクルージュで買ってきた購入品の紹介をしたいと思います。はい、ということでパパッと終わっちゃいそうなんですけれども、早速私パーカーを着ております。でこれが多分確かホワイトとパープルとブラックの展開だったと思うんですけれども、この今ちょっとこれ立つと全体像が見えなくなっちゃうから、ここら辺までにしたいんですけど、ねこんな感じで、立つとね、全体見えないんですけど、ここら辺まで、膝ら辺までしかないですね。私162センチなんですけど、とサイズは M サイズです。でとこう着た感じ、腕の長さはこんな感じ。わかるかな。なんでアンクに行ったかっていうと、私ずっと結構前からアンクで買ってるんですけど、11月に私のマムが誕生日なんですよ。なのですっごい早いんだけど、誕生日プレゼントとして、マムも同じような格好してるんですね。ひらひらな感じでフリフリな感じの格好してるので、結構同じようなものを持ってたりして、で服の系統も似てるから、たまたま本当に喋ってない時とかでも、あれ私あれ持ってるみたいな時があって、言わないんだけどね本人には、あれは持ってるわ私みたいな時があって、じゃあマム好きなんだったら買おうかなと思ってパーカーを買ってきました。でそれはもうギフト用に包んであるので、開けてこう見せることができないのでちょっと残念なんですけれども、うさ耳のひらひらがついたパーカーになってて、ちゃんとこうチャックのパーカーなんですけど、すごい可愛くて、でこれがね新しく出たばっかりだからそんなに経てないと思うので、まだ原宿店だったり渋谷店だったりとか関東の子たちとかは、地方ちょっと分かんないんであれなんですけど、あると思うのでぜひ見に行ってみてください。これもネットでも販売してるので、ぜひ多分、ネット販売してたと思う。見てみてください。私最初アンク行く前にパーカーが欲しくて、でロングパーカーが欲しくて、ずっとこの季節はね私ロングパーカーに頼るんですけど、それでパーカーを探してて、あこれめっちゃ可愛いと思って、で友達とおそろで色地で買ったんですけど、もうめっちゃアンク本当に大好きで、オカリエちゃんにも何度か会ったことがあるんですけど、本当にオカリエちゃん可愛くてめっちゃリスペクトなので、これからもアンクを買いたいなと思います。なんかステーマっぽくなってる。でそうなんです、あとの購入品としてはね、このねあと1000円ぐらい買わなきゃいけない理由があったんで、それはもう置いといて、その1000円分じゃん、このクマのバレッタを買ってきました。ここら辺とかね、ここだな、この髪だったら、はい、こうすごい可愛くて、これはね私結構いつも大きいウサギくっつけてるでしょでしょって言われても分かんないかもしれないけど、なんか知ってる人は知ってると思うんですけど、大きいウサギこうやってボンボンってツインテールの時結構つけてたりとか、私そういう大きめなのが好きなんですよ。なんですけどこれ結構大きいんだよね、私の手15センチなんですね。なんですけどこの手からやると本当に15センチぐらいあるぐらいのクマなんです。私の顔ぐらいあるクマのでっかいバレッタを買ってきました。でです、なぜこれを買わなければいけなくなったかというと、それ可愛かったから買ったんだけれども、なんで無理やりあと1000円って言って買ったかと言いますとね、ででーん、ノベルティ目的だったんでございます。なぜ森マムが11月に誕生日なのになぜ無理やり今買ったんだと、でなんで1000円もう求めるんだと、もうなんかなんでそんなに衝動買いみたいなことしてんだと、これなんです。はい、ノベルティが欲しかったんです。なので
まあそのついでといったらなんですけれどもですね、このねノベルティ目的で、はい、買いました。でこのノベルティが21,000円以上、まあ、2万円以上で、このノベルティ、これとホワイトのこの色のこの同じクラッチなんですけどがもらえます。でポシェット、ポシェット欲しかったの。ポシェット16,000円以上で、本当に可愛いね、こんぐらいのねポシェット、ガジェットがね入るポシェットがねあって、そのポシェットとこれ目的だったんですけれども、そのポシェットも欲しかったな。あのポシェット16,000円以上のポシェットのピンクが、あのね私が訪れる1時間前に完売と、あの完売というか、まあ、完売みたいな、なくなったとシーンってなりました。はい、なのでもう知らねえよってなってこれをゲットしました。なのでこの冬はノベルティのこのバッグを使いたいなと思います。なのでちょっとノベルティせっかくもらったんでね、ちょっと開けてみたいと思います。これすごいねホワホワしてんのよ、この肌触り完全に、あのほら超かわいい、もうねパッパしてんの分かる、このほら食い込み具合、パッパパッパしてんの、あの低反発枕みたいなパッパしてんので、開けてみます。あ、すごいチャックがちゃんとついてますね。あ、しかもアックってロゴ入ってる、わー高まる、超高まった。ポッケとかもちゃんとあるよ。あー、もう全然超使えるね。でこれこの鎖をなんていうチェーンもうこれ外せるので、クラッチとして持ち歩くこともできるし、あのこうやってこうしょって、お小遣いカバンにしてもよき絶対使い方間違ってる。こうですね、横にあのワンピースの時とかさ、あの可愛いと思います。フリフリのワンピースの時はこのチェーンをつけて、そうちょっとムーディーなね雰囲気のところに行く、おしゃれをしなければいけない場所に行く時はクラッチにして持ってったりとかしたいなと思います。あとは iPad とかねちょうど入ると思うので、なんかそういうのにもいいかなって、こう持ち歩く時とか軽くこうどっか出かける時にねいいかなと思います。ということでアンクで買ったものとノベルティの紹介でした。はい、なんで私がこの格好をしているかというとですね、次の動画初めてじゃないかい、森有里がちゃんとメイクするの初めてだと思う。あの夢川メイクをしたいなと思います。イエーイイエーイ。はい、あのねなんかやる気になったの、メイクを。あの普段すっぴんのくせして何を言うてんねんってなるかもしれないし、すっごいあの本当に最初から言っておきますよ、私本当にメイクしないので本当に下手だと思うので参考にならないと思うんですけど、あの夢川メイクをこれからしたいなと思ってですね、先に購入品を、今日の動画は購入品の動画を、はい、したいと思います。なので明日明後日とかのね、あの今日以降の動画に夢川メイクを載せたいなと思いますので、原宿夢川メイクぜひ皆さん試してみてください。あまり期待をせずに待っててください。ということで今日の動画はこんな感じでした。森有里でした。バイバイ、おやすみなさい。 Twitter、Instagram のバイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャンネル登録してね。